飛行機や自動車の部品が軽くて丈夫なプラスチックに次々と置き換わっています。炭素繊維をプラスチック樹脂で固めた炭素繊維強化プラスチック CFRP です。鉄と比べ強さは10倍、乗り物に使えば燃費を劇的に改善できるとして期待が高まっています。しかし普及を妨げる要因としてリサイクルできないことがあります。 CFRP は修理が難しく、一部が損傷しただけでも廃棄されますが、熱に強く分解しづらい材料のため埋め立てて処分されています。このままでは深刻な環境汚染を引き起こしかねません。しかしNIMS は低温で簡単に CFRP を分解する技術を開発しました。溶液に CFRP をつけるとあっという間にバラバラになり、炭素繊維を取り出すことができます。さらにプラスチック原料も回収しリサイクルに回せます。処理が厄介だった CFRP を再び原料に戻し、全てリサイクルできる画期的な技術。ヒントになったのはなんと体内で起きている酸化還元反応の仕組みでした。CFRP が強い理由、それは炭素繊維とプラスチックの組み合わせにあります。炭素繊維は切れにくく丈夫ですが簡単に曲がってしまいます。この繊維をプラスチックで強力に接着すると軽さと強さを兼ね備える優れた材料となります。驚異の強さを実現する炭素繊維とプラスチックの強力な結合、皮肉にもリサイクルには大きなハードルとなります。レジ袋やペットボトルに使われるプラスチックは熱で簡単に溶かすことができます。自然に分解されるプラスチックも開発され、リサイクルの仕組みが確立されています。しかし CFRP に使われるプラスチックは逆、熱で固まる性質を持っていて、一度固まると分解は非常に困難です。処分には長時間燃焼するか埋め立てるしかありません。最近分解しやすい仕組みを CFRP に入れる研究が進んでいます。硫黄原子が隣り合う SS 結合をプラスチック部分に入れ込み、この結合を強力な薬品で切断することで CFRP を分解する方法です。しかし使う薬品が非常に有毒なため危険が伴います。普及が期待される CFRP をリサイクルする技術の開発に乗り出したのが内藤正信。生物の仕組みを利用した材料開発を得意としています。 CFRP をもっと簡単に分解してプラスチックも再利用できる方法はないか。内藤は SS 結合を分解する方法について熱、薬品など様々な検討をしました。たどり着いたのがバイオ研究で目にしたグルタチオンという天然物質でした。 SS 結合の入った実験用 CFRP を分解させてみます。粉末のグルタチオンを水に溶かします。同じ体積の有機溶媒を加え CFRP を漬け込みます。攪拌しながら3時間待つと周囲のプラスチックは溶け、炭素繊維だけになりました。なぜ強靭な CFRP を高温にもせずたった3時間で分解できるのか。秘密はグルタチオンの性質にあります。グルタチオンは体内にあり、分子にくっついて別の分子に変換します。分子にくっつくために利用していたのが SS 結合の組み換えなんです。 CFRP の場合、プラスチックの SS 結合をグルタチオンが組み換え、少しずつ持ち去っていたんです。室温で反応し安全性が高く環境にも良い理想的な切断物質でした。しかも分解されたプラスチックは有機溶媒に溶け込んでいます。溶媒を飛ばせばプラスチックを回収し再利用もできるんです。少し頭見方を変えて、工業的な材料とバイオ材料の、インターフェースというか、その辺を探してみたらなんか面白いことできないかなということで、この材料、こういう系を考えてみました。環境に優しいというところがポイントです。有害な薬品なしにただ溶液につけるだけで強固な CFRP を分解しリサイクル可能なこの技術、省エネ時代に必要性がますます高まる CFRP 普及の鍵を握ると期待されています。